多分ツイッターの方でも、すでにお知らせがあったと思うんですけれども、6月25日にズンタタナイトに生出演されるということで、楽しみですね。どうなりますことやら。メンツがやばいじゃん。だって結構久しぶりじゃないだったよ。あのメンツはかなり久しぶり。そうだよね、うん、まあこうしようっていうのがね。何まあいいか。なんか言わなきゃ気が済まないの。冗談だよ、こうしよう。嘘だからね。愛されキャラだからね、うん、高木さんは高木さんとコシオさんかは、うん、ビープルのイベントの時に来ていただいたじゃない。はい、メガレージさんでやらせてもらった時に来ていただいて、だからまあそれでもそっか2年半ぶりぐらいになるのかな、久しぶりだよね、海野さんに至っちゃいつ記憶の彼方になっちゃうんだけど、なんかよくね、ツイッターでリップ合戦みたいなのをしてるのをお見かけしますけど。だって、海野は会社を辞めてから会ってないですよ。ただ、ほら、SNS とかで、こう、返信したりとか、そういうのはちょこちょこやってたんで、それくらいで、全然。直接会ってはなかった。ないないない。あ、じゃあめちゃくちゃ久しぶりだね。浦島太郎現象でしょうか。いろいろと。お互いね。お互いに。まあでも言ってもさ、SNS でずっとつながってるとさ、そんなに久しぶりっていう感じはしないかもしれないよね。まあそうだよね。確かに。ほら本当にさ、何にもそんな SNS とかなかった時はさ、同窓会とかさ、もうなんか誰だかわかんないぐらい。先生みたいな人いるからね。言ってたじゃん。俺の中学校の時の同窓会の写真、30代後半か40代ぐらいの時の同窓会の写真がホームページに上がってたんで、それ見たらこいつ先生だろという感じの風格。同級生だったはずなのに。そう、あ、違うよとかっていう。そういう現象が起きたけどね。それが当たり前だったけどね、今は比較的近況が分かった状態でね。そうね、会うから、まあでも直接お話ししてるところが見れるってことで、それが楽しみだし、またね、もはや恒例となってますけれども、ラジオの方でまた裏話なんぞできればなと、多分ちょっと時差はあるとは思うんだけども、そうね、そちらもよろしければ合わせてご覧いただければ、まあ裏話の方はお楽しみにしていただければということになるかちょっとわかんない。内容が完全に未定だからね。そうゲストたちに「いや困るな」みたいな。そういう公の場で僕らの裏話されたらちょっと困るなみたいなこと言われちゃったら、なんかね、そうだね、配信できないんで。そうですね、そういうこと言いそうな人が一人ちょっといるんで。ナイスキャラだ。そうそうそう、そこはちょっとぜひぜひ話させてもらえたら嬉しいなって感じで、まあ手品道具の一つや二つあげれば大きいするでしょう。まあそんな感じでしょ。すっごい焦っててる。気持ちをしてる。私もそうなんだよ。なんかさ、ずっと引きこもってるじゃん。ぐわーって自分の世界でやってるじゃない。いいぞさ、撮ろうと思った。普段そんなでもないんだけどさ。めっちゃ緊張してる。イレギュラーな出来事みたいになっちゃってて。ちょっと今回は変わったのやりましょうかね。変わったの？毛色のちょっと違うパターンで、想像と現実の境界というお話を。なんかちょっと興味深いタイトル。ねえ。例えばですよ、ここに、500円、うんうんうん、で真ん中っていうか、まあここに50円、うん、ここに100円、うん、500円50円100円玉があるとします、はい、これらは、創造の産物、うん、でその創造の産物の中から数の好きなお金を選んでいる。お金？うん。はい。いや別に言っていいの。あ、言っていいの？うん。どうしようかな。100円。100円。うん。で、じゃあこの100円ここにあります。はい。創造の産物。うん、で。500円と50円はポッケにしまいます。はい。いいですか？これと500円と50円は創造の産物、うん、創造と現実の境界のお話をするって言ったでしょ、うん、今まさにここに創造と現実の境界ができてるわけですよ。ほう。100円玉、これはまた創造の産物、うん、これを手に握ってあげるとこれが現実になる。ちょっとさっき腕まくったの憎いね。何もないことがわかるじゃん。いやまあね、うん、よく袖の中入れといたんだろうとかね。そう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 、うん、素人はそう考えるからさ、うん、そうまあそういうふうに見るだろうなと思ったから、うん、一応両方ねこうあれてたんだけど、これね調べたんだけどどうしても分かんなくて、うん、確かねタイトルはその創造と境界っていう創造と現実の境界っていうようなタイトルだったと思うの。それに似たようなタイトル。うんで、考案した人が、確か高橋なんとかさんっていう、日本のマジシャン、デビッド・カーパーフィールドを目指しているって言っていた方で、まあ今どうされてるかちょっとわかんないんだけど、うん、その人がどこかで発表したんだろうね。うん、発表したか、それをうちの雑誌にマジック専門のね、うん、雑誌で、発表しないかって言われたのかどうなのか、そういうことよくあるんで、うんそれでアメリカのユージン・バーガーっていうね、うん、結構ミステリアスなマジックを得意とするかなり高齢のマジシャンの方がいらっしゃって。うんものすごい哲学者みたいな人なのよ。その人がこれは日本の高橋が、うん、確か高橋さんだと違ったらごめんなさい。これ日本の高橋が考案したマジックで、うん、創造と境界っていうマジックなんだよって言って、うん、こうやってるのを見たのね、うん、で俺はそれをたまたまその当時 YouTube で見てあ、面白いと思ったのよ。うんうん、面白いと思ったんだけど、それよりももう10年ぐらい前かな。もっと前かな。ずっと以前に、そのマジックの存在自体を知ってたの。なんかで読んで。うん。で、読んだ時に、書き出しはこれは解説だけを読むと、つまらなく感じるかもしれないけれど、うん、実際に演じるとかなり興味深いマジックですみたいなことから出だしが始まっていった記憶があるんだよね。それでこう読んでてああなるほどと思った記憶がすごくあって。あ、でもすごい世界観で作られてるマジックみたいな感じだった。うん、でもね、その解説書を見たときは、うん、結構淡々と。ああ、じゃあそれは別にご本人じゃなかったんだ。そうなんだろうね。本人が寄稿したか、うん、他の人がそのマジックを解説をこう聞きながら書いてくれたのか、うん、それは分かんないけど、ただその友人バーガーがやってるのを見たら、うん、もうその人自体がムードある人だから、あ、哲学者みたいな感じだもんね、うん、人間セットみたいな感じで、はあ、うわ、これやってみたいと思ったんだよ、うん、そうだからね、まあ、ちょっと短いマジックでやってみようかなと、うんうん、今回ご紹介しました。一つね、うん、心残りがあって、うん、私さ、なんか巷じゃさ、なんかもう新500円玉が出てるんだってそこを言うかいや違う違うで、うん、さっきさ500円50円100円だったじゃん、うん、ちょっと悩んだの、うん、個人的には100円が好き、うん、なんだけど私いまだにね新500円玉見れたことないのよ。まあそう、一回も見たことないの。あ、別に大したいやいや、新しくなると見てみたくなるじゃない、やっぱ、うん、まあね、最初だけさ、うん、テンション上がるじゃん、うん、新しいってなるじゃない、うん、でも一度も見れたことがなくて、うん、なんか周りに話聞いても「え、なんかもう最近普通に見るよ」とか言われて引きこもりすぎってだからもしここで500円選んでたら、うん、新500円出てきたかなって。違ったんじゃないかなもし500円を選んだとしても、ほら、その学んだ、それをね、うん、これを覚えた時が、あ、やっぱり私の想像だから、平成だから覚えたのが、覚えた時がね、あ、そっか、そうそう、やっぱダメか、うん、いつものあの見慣れたシェア率がいまだに高い方の500円か、うん、だったと思うよ。そうか、うん、じゃあ、まあ、悔いはないわ、うん、ということで、まあ、想像と現実の境界というようなタイトルの、マジックのご紹介でした。ありがとうございました。雑です。